ばんは。こんばんは。お稽古が長引いて、さっき帰ってきました。寒いね。こんばんは。本日誕生日です。あ、元気さん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。提出すべきものがあって、こんばんは。ちょっと待って、もうすぐ終わる。届け続けますっておかしい？こんばんは。ちょっと提出物を書いてて、届け続けます。よく少ないってことはあるってことですもんね。もっさり。まあ、ちょっと難しいな。
出してみました。ごめんね。あきちゃんの写真集気になってたりしますか？こんばんは。まあでもどんな感じなんだろうっては思いますよね。こんばんは。どんな感じ？撮影の感じとかどんな風なのかなって。こんばんは。期待できそうね。びっくり、ツイッターの写真。マンピーが馴染めるように自分なりに頑張ってるって言ってたけど元気にやってる？うん。マンピーもマイコジもコミュ力高い。こんばんは。ありがとう。冬の気分って映えそう。いつでも映えるでしょ。こんばんは。春でも夏でも秋でもミッピーも元気にやってます。こんばんは。やっぱ難しいんですね、再演って。難しいんだなって思った今日改めて。あやなさんがみちとの合流ツイートしてる。そう、今日初めてあやなさんに会いました。このフェイタで。こんばんは。嬉しかった。今日ね、本当に朝からね、そう長かった。いろんな場所に行って、かわいい。あやまさん、かわいいね。ピュン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 。あ、そう、トリートも届いてた。ありがとうございます。ちょっとね、そう、見る時間がちょっとあんまりなくて、また行った時にたくさんいただきますね、皆さんからの。見てみてたら前髪分けて巻きたくなってきた。え、でも私多分明日切りますよ。パンツにすると思うよ。すれ違っちゃう。私は分けない方が結構好きなんですよね。え、分ける派の人多い？もしや。練習の時も分けてない。髪、前髪長くて今巻いとるけんさ、短く見えるけど、く
くにゃーくにゃーってしてるから帽子をかぶりたくて。こんばんは。帽子かぶったら前髪ってさ潰れるじゃないですか。違う、パッツンにしとったらちょっと邪魔だなって感じになるんだけど、で分けるには短、ほら巻いたらこう短くなるけんさ、分けるには短くてみたいな中途半端な長さなんですよ今。まあまあ、ええのしよ、かわいい。1年前の今頃はショートにする予定だった。確かにそわそわしてる時期だ。どんぐらいの髪の長さにしようって言ってずーっと見てる時、去年の今頃めっちゃ切ろうか、逃げ恥のみくりさんを見たりとか、そういろんなことを参考にしようとしてたの。私が切ったのはさ結果的にショートではなかったじゃないですか。ボブというかそんな感じだったので、こんばんは。思ったよりは短かったですけど。本当？もうショートにしたいやか皆無ですか。今のところはないですね。もうちょっと大人になってからか。30歳とかなったら切りたくなるか。バレるまでインナーカラーいるよ。すぐバレるでしょ踊ったら。チボブに憧れて髪伸ばし始めた。そんな私に憧れてくれるなんて嬉しい。時のがね好きなんよ。七夕衣装の時の髪の長さ結構好きなんよね。こんばんは。永遠の22歳だから一生来ないじゃん。そうでも25歳とかには別になってもいいかなとは思うよね。24もいいかなっても。こんばんは。髪長いのもお手入れ大変じゃない。そうですよね。でも最近なんかね楽しくなってきた髪のヘア。うわっチーポンが香港さん紅茶タワーありがとうございます。ありがとう。アフタヌーンティータロー。チーポンが香港さんトリートもありがとう。愛とは嫁超能力。プッツチュチュチュルルル。溢れそうな紅茶飲んで飲んで。お。
フルーティー。待って、私飲み物忘れたわ。今思い出しちゃった。今日フルーツティー飲んでたのに持って帰ってない気がする。え？どこやったっけ？あれ2月チーポンが香港さん Afternoon Tea Tower ありがとう。ありがとう、ね、めっちゃいい歌ですよね、あの曲。私 PR 舞台の曲ハマりがち。それでは男女読んでいきます。10歳ももるんさん、12位ちならごさん、11位つぼゆうすけさん、10位テリーピーさん、9位ほじさん、8位ブルーさん、7位まささん、6位かずみちさん、5位やすさん、4位昔からおじんさん、3位すいちゃんさん、2位トラッキーさん、そして1位はドゥルルンチちゃん、チーポングホンコンさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22はドゥルルンチちゃん、アモズさんでした。ありがとう。それではまた明日も皆さんファイトです。お会いしましょう。バイバイ。またね。ありがとう。うん、ありがとう。